日本埼玉県東松山市、高坂ニュータウン高坂ニュータウンは、埼玉県東松山市南部にある、武蔵緑園都市、高坂丘陵地区の愛称である。高坂ニュータウン高坂ニュータウン四季の丘の、町並み東京池袋から約40キロメートル、東部東上線、高坂駅の南西に広がる。住宅、都市整備公団が、 東武東上線沿線で開発していたニュータウン、武蔵緑園都市の一地区として開発した総面積97.2ヘクタールの開発地区で1976年から2008年にかけて開発され1984年から分譲開始された。愛称は高坂ニュータウンとされたが住宅都市整備公団の名付けるニュータウンとは 多摩ニュータウンに代表されるような大規模なものに使われるのが慣例であり、当地区のようなニュータウンの一地区の名称に使われるのは異例である。なお、隣接する、高坂駅、西口と地区各整理事業も、駅前広場や駅西口通線の造成を公団が、負担しての一体となった整備が行われたこともあり、高阪ニュータウン店と付く店舗の多くが、高阪丘陵地区外にあるように、 高坂駅、西口周辺を含めて、高坂ニュータウンと呼ぶ向きもある。立地は高坂第地から岩戸の丘陵にかけて広がり、町のほぼ真ん中を南北に貫くように、関越自動車道が通っており、北東側に高坂駅、南側に高坂サービスエリア、西側に埼玉県子ども動物自然公園、南西に東京電気大学が隣接している。 また、総面積の25%が、緑地や公園になっており、地区計画による、緑化、クルドサックと呼ばれる袋工事場の生活道路を、各所に採用した、優れた街並みと、豊富な緑地が高く評価され、1997年に、国土交通省の都市景観対象、都市景観100選に、新興住宅地としては、埼玉県で唯一選定されている。その他、 高坂丘陵地区センターが1992年に埼玉建築景観賞を受賞している。これは造成計画では中高層住宅が大半を占める地区として設計され、当初の計画人口は約1万2000人とされたため、その人口に見合う緑地割合として設計されたものの、東松山市の移行もあり、 小建て住宅中心に計画変更されたことにより、最終的なピーク人口は5,500人程度となったこともあり、緑地の割合が高い地区となったものである。地区内各所に付けられた橋や広場などの名称は、明治末期から大正時代の東松山市柄子地区を舞台とした自動小説、天の園に出てくる名称が使われている。歩行者専用道路。 引きの道あたり地区の最大の特徴として各所に配置された大小公園とそれを結ぶ歩行者専用道路網が挙げられる。これは引きの道をはじめとして地区を結ぶ大小の歩行者専用道路が網の目のように整備され、地区内の高低差を利用し車道と歩道を立体的部分離することで平面交差をなくして、 交通事故を発生しにくい安全な環境を実現している。この歩行者専用道路のほとんどは、植栽を施した緑道となっており、歩道ながら、道路幅は広いところでは18メートルあり、歩行者専用道沿いに広がる大小の公園と、ネットワークして、街全体が公園を形成しているような、快適なコミュニティ空間を形成している。なお、 高坂駅に向かう歩行者専用道路はないが、地区の中央を通り、高坂駅西口に出る高坂駅に市通線は2、車線ながら、道路幅が4車線道路並みの23メートルあり、両側に6メートル幅の歩道が、高坂駅まで続いている。岩戸の丘陵の東端に位置しており、低地に変わる、手前のなだらかな土地に造成されたため、東側の桜山台や白山台では、 大半の区画が平坦な地形で、大坂駅、西口通線も、大坂駅との勾配差は、ほとんどないため、大坂駅へは、徒歩や自転車で行きやすい環境にある。開発にあたっては、造成前の地形を、最大限流用する形をとっており、大きな家地は地形を利用した千年、谷公園や昌風公園となっており、両隣の地区は、公園をまたぐ橋によって結ばれている。 これらの公園内にある多くの樹木は開発前からあったものである。地形をそのまま利用したのが最大の特徴であったが、平成以降に造成された地区では当時森土工事が進んでいた坂戸ニューシティに際で大量の土壌が必要になったことから元の地形より大幅に掘り下げる平坦化が行われている。全体的にほとんどが住宅地区で占められる。 住宅地区は地域のほぼ中央に高層住宅地区があるが大半は小建て住宅地区となっており土地利用は地区計画によって定められている商業店舗は地域のほぼ中央にスーパーマーケット、銀行、郵便局、飲食店、委員などがあるほか地区から高坂駅にかけて店舗や病院等が立地している当地区の公団商店街は 計画にはあったものの時代の変化により作られなかったため、当地区から、高坂駅西口にかけての道路沿いがその役割を受け持ってると言える。町名はすべて旧商事の地名が由来になっている。マミマート商風大店千年、谷公園と山の辺境。ありがとうございます。